はい、皆さんこんにちは。劇団おじです。さあ、今回はね、こちら紹介したいと思います。久しぶりの車のお役立ちグッズになります。折りたたみサンシェードになります。はい、もうね、だいたい5月頃から紫外線がもう強烈になってくよね。もう4月の下旬ぐらいからかな、ね、で車の中をもう高温から守るためにもう今や必須アイテムになってますね。今回はこの折りたたみサンシェードの S サイズの紹介になります。 S と L を紹介するけども、今回の動画は S サイズになります。で、元気なおじいのね、シフトにぴったりなサイズでした、これね。もう検証してるのでね、この後ドッキングします、動画をね。はい、まあ、サンシェードこう折りたたみ傘みたいな形になってるけども、開くとこういう形になってます。もう見た方もいらっしゃると思いますね。もう大体もうこれ有名だよね。それでこれ傘型サンシェード、強力な日よけ、日焼け防止、便利な収納ということで、もうこの中がほらダッシュボードとかが熱でどんどんこうやられちゃうんだよね。あとはシート色あせちゃったりとか、あと高温になるから中に入れてあるものがあんまりいいことにならないよね。熱でやられちゃうよね。そんなわけでこの日よけからとにかく守りたい、ね、便利なグッズになります。はい、でとにかくインストール不要、まあ、面倒な設置はいりませんよ。ただ開いてポンって置くだけ、そんだけなんですね。まあ、コツとしてはね、このバックミラーがあるんで、バックミラーの内側にこう入れてこうスッてこうやるっていうね、まあ、おじいが動画撮影したんでお見せします。はい、それでね、もう暑い時だと大体78度ね、それがこのサンシェードをすることによって23度まで抑えることができるんです。すごいでしょ。車の中の高温ってすごいからね、本当。はい、これらの問題は夏に非常に深刻ですね。パネルの劣化、熱でやられちゃう、車内の革の早期老化ね、いい車ほどね、革使ってるからね。で、車内の温度が高すぎるね、有毒ガスを生じる、あ、何かあれなんだね、ダメになってくる時なんだね。で、冷却効果が遅い、エアコンの効きが遅い、そりゃそうだよね。まあ、こういったものを抑えるために日よけをしておくといいですよっていうことです。はい、まあ、車をね、ラップで包む、熱を反射するっていう、まあ、こういう発想でできてます。シャンシルバー接着剤コーティングをしてます。で、 UV もカットしてくれます。内部の老化を防ぐサンシェードになります。はい、逆さま仕様の傘骨、紫外線遮断率が 99% ということで、すごいよね。しっかりとした骨組みで力入れてます。で、S サイズと L サイズとあって、 S サイズは 125cm の 65cm になります。で、 L サイズは 145cm の 79cm になります。で、 L サイズはまあ、こういう大きなこうワンボックスとかね、まあ、これ大型車用だね。で、この S サイズの方は軽自動車用かなと思ったんだけど、小型サイズに対応しています、ね、なので元気なおじのスイスポはこの S サイズの方がちょうどぴったりでした、ね。はい、で、収納に便利な、ね、このケースがついてるんで、使わない時はしまっておくことができます、ね。はい、じゃあ撮影した動画をご覧になってみてください。こちらです。よいしょ。はい、それではね、開封していきましょう。ね、はい、パッケージはね、こんな感じです。で、サイズ確認、 65×125 の S サイズね。はい、間違いないね。ここにサイズが書いてありますね。はい、じゃあ開けましょう。 S サイズ、おお、何こんな入れ物ちゃんとついてるんだ。ほら、傘みたい。ほら、すんごいしっかりしたケース、入れ物に入ってる。ほら、すごいね。これさ、車のほら、フックのとこ、こうやって引っ掛けておくこともできるんだね。へえ、はい、じゃあ開けましょう。ほら、はい、どう見ても傘にしか見えないっていうね。はい、まあ、これね、実際にこうして傘と同じようにこの紐を取っ
ってくるくるくるっと、で傘とね全く同じだね。ここのところこうワンタッチのこうボタンがあるんで、これを引っ張りながらポワンと、はい、こうなります。こんな感じね。まあ S サイズなんで基本的にこれあれだよね、あの軽自動車用だと思うんだけど、別に普通車でもいけるんじゃないのこれね。まあガラスの大きさはまあ軽自動車とね普通車でそんなに大して変わらないからね。これ実際にじゃあおじいの車だったらどうなるのかな、ちょっと実際に試してみないとわかんないよねこれね、うん、はい。でも一応こういう形でブロックするみたいです。はい、じゃあ車行ってみよう実際に。でこれ使い終わった時もこうやって畳んで、これどこにある、これここか、これこうなってるんで折りたたみ型と全く同じだね。くるくるっと巻いてね、はい、このベラベラでペリってくっつけて、ね、でしまうだけ。ちょっとね新スポ行ってみよう。はい、じゃあ実践に行きます。はい、それじゃあね、今スイフトスポーツの中にいます。じゃあ実際にねこれ S サイズをちょっと使ってみましょうね。ちょっと逆光になっちゃってるけどね。はい、じゃあこうしてケバケバ取ってベロベロ取ってで、よいしょ、このように広げます。あ、 S サイズでスイスポちょうどいいんじゃないの。ちょっとこれねバックミラーこれ内側に入れないといけないので、こっち側に持ってきてよっ、 S サイズでいけちゃうね。え、そうなの、スイフトスポーツ S サイズで全然収まっちゃった。ほとんどここの隙間がちょっとあるぐらいで、よいしょ、こんなもんだね。収まっちゃった。ちょっとこれね、意外だったね。S サイズだと、軽自動車専用かなと思ったんだけど、スイフトスポーツ、ぴったりです。あらま。あらま。ということで、おじいは、これを使うことになりますね。S サイズを使うことになります。いや、バッチリいいよ。で、これ、使い終わったら、これ、よいしょ。これ外して、外すときはいいね。これね。こうして、畳んでしまう、ね。で、どこに置いておけばいい？後ろに置いておけばいい？放り込んでいけばいい？まあ、折りたたみ傘と同じだからね。うん、まあ日光がこれからどん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 強くなってくるんで、これどっか、どっこっちか、こっち側か、どん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 暑くなってるんだよね。これからちょうどいい時期、活躍する時期になります。紫外線はね5月が一番強いって言ってたかな確かね、うん、はいね。で入れ物に入れて、まあ入れても入れなくても横とか後ろにポンって置いといてね、日差しが強いとか言ったらパタンってやればいいだけの話なんでね。はい、室内を守りましょうね、直射日光から守りましょう。ちょっとでもね長くいい状態で保ちたかったらやっぱこういうもので抑えてあげないと、もうどんどんこうなっちゃうからね、うん、はい、それじゃあ一回戻りましょう。はい、いかがだったでしょうかね。まだまだ夏本番前なんだけども、どん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 日差しはね強くなっていきます。で大体ねもうスイフトスポーツで S でぴったりだったんで、まあああいう車だったらもう S で十分ですね。あともう大きなワンボックスとかね大型車だったらでっかいの買っておけば間違いないんじゃないかなと思います。はい、そんなわけでねお値段の方行きたいと思います。今回はねちょっと S サイズね、限定になっちゃうと思うんだけども、はい、お値段こちらになります。はい、ズームインするよ、ビビョーン。はい、お値段の方が1480円となっておりますね。で L サイズは1580円で、まあ、100円だけ違うね。で、
お楽しみクーポンがこの動画の説明欄にあります。でこのお楽しみクーポンを使うとびっくりするようなお値段で購入することができます。 1アカウント1回限りのチャンスになりますね。で S サイズは今日現在ね残り10点しかないので、これはもうね早い者勝ちになってしまうと思います。とにかくもうここまで見た人とかでないとクーポンのことは言わないので、もうこれね本当争奪戦になっちゃうと思うので、ってお値段言ったらもうみんな食ポチしちゃうと思うからね、ここまで動画を見た方はラッキーだねっていう形でね、びっくりクーポンなんですね。で今回いろんなものを紹介してて、そのクーポンコードは全部共通のクーポンコード番号にしてもらってありますね。で割引価格もそのまんま同じなんで、そうなんですね、びっくり価格なんです。ちょうどこういうの欲しかったなと思った方はこのチャンスにいかがでしょうか。まず多分すぐこれ完売になっちゃうと思うけどね。はい、この動画を見つけたもん勝ちの情報でございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバーイ。すぐぶちすぐぶち